どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回は2021年買ってよかったものベスト5というのをやっていこうと思います。前回はファッション編として洋服だったりとか小物類を紹介させてもらったんですが、今回は筋トレ編でやっていこうと思います。筋トレ編といってもね、サプリメントだったり、筋トレグッズだったりとかね、筋トレに関わるものということで紹介していければなと思っております。実際に買ってね、動画とかでも紹介させていただいてるんですが、なんだかんだね、しばらく使ってみると、いろいろね、意見が変わったりとかもすると思うんですよね。なんですけど、僕が、この上半期で良かったなと改めて思うものっていうのを紹介できればなと思います。もしよければ最後までご視聴よろしくお願いします。それではね、早速第5位からやっていこうと思います。第5位はですね、マイプロテインさんのシェイカーです。はい、こちらになります。これはですね、ゴールデンウィークセールの時に購入したプロテインシェーカーなんですけど、プロテインというかね、もう僕はどちらかというとワークアウトドリンクを、飲むのに使っております。こちらはですね、メタルシェーカーで、金属になってるんですね。なので、単純に冷蔵庫で冷やしておくとですね、あんまりぬるくなりにくいっていうかね、温まりにくいよっていうところがまず一つと、あとはですね、そういったのって大体ね、窓がないんですけど、これね、窓付きシェーカーということで、中どれぐらい入ってるのかなっていうのが一目でね、わかるっていうところがあって、これがね、非常に使い勝手が良かったかなと思ってます。今実際ね、ちょっと BCA をパウダーだけ中に入れちゃってるんで、ちょっと曇っちゃってるかもしれないんですけど、実際はね、結構クリアに見えます。これは本当に買って良かったかなと思っております。で、実際使いやすいですし、中に拳が入るので、スポンジなんかで中洗いやすいんですね。縦型のスポンジをね、使う人もいると思うんですけど、僕、なんか力入れて、ゴシゴシしたいなっていうところが正直あるので、こうやってね、拳が入るものの方が、どちらかといえば好きかなっていうところですね。絶対じゃないんですけど。で、デメリットとして実際に使って思ったのがですね、この縁ですね、この辺っていうんですかね、この辺になんか割とね、アミノ酸のカスが溜まりやすいですね。カスっていうのかな、なんていうのかな、カスじゃないのかな、なんか溶けなかった部分とか、結構放置しておくと、この周りにね、この辺ぐらいの高さのところに結構溜まります。なので、洗う時にね、ちょっと油断してるとね、そこの残りカスみたいのが、ちゃんとすすぐことができずに残ってたりとかするので、気をつけなきゃいけないかなと思います。たださっきも言ったように拳が入るんでね、ちゃんと洗えば全然落ちるかなと思います。なのでこちらのプロテインシェーカーが第5位です。そして第4位ですね。第4位はプロテインになります。バルクス R になります。こちらはですね、バルクスとローランドさんがタッグを組んでですね、作ったプロテインで、ローランドさんが監修しているプロテインになります。僕が購入したのは塩キャラメルバターだけなんですけど、これはね、本当に美味しかったです。すごく溶けやすいですし、飲みやすいなと思いました。とにかくね、味がすごく好きだったのと、あとね、パッケージがやっぱすごいかっこいいなと思いますね。で、こういうなんか日本の国産のパッケージを改めて見ると思うんですけどね、やっぱしっかりしてますよね、作りが。正直、マイプロテインさんっていうのは価格は安いんですけど、こういったパッケージ袋類って結構へたりやすいっていうか、シワになりやすいっていうかね、こちらローランドさんのやつ、このね、なんだろう、袋がちゃんと高級で、街もしっかりもちろんありますし、ここの部分がね、なんていうんですかね、こんな風にですね、ちょっと出っ張ってるんですよ。なので、ね、これ最後まで、もう僕ね、残り多分2食分ぐらいしかないんですけど、最後までこうやって立って飾ることができるっていうんですかね。意外とへたっちゃったりとかするじゃないですか。ああいうのって単純にね、コスト削減のために安くすると思うんですけど、プロテインとってね、袋ってすごく大切なんですよね。それはね、以前の動画でも言わせてもらったんですけど、プロテインの保管の時っていうのはね、すごくね、これ袋とかって大切になります。特にこのね、高温多湿なこの梅雨時期っていうんですかね、梅雨時期は特に袋大切なんで、しっかりチャックも閉まりますし、非常に袋も高級で僕はいいかなと思ってます。値段もそんなにね、高くないんですね。なのに成分もしっかりしているということで、これは特に初心者なんかの方にはね、おすすめなんじゃないかなと思います。所長も初心者みたいなもんですけどね。そんなに正直変わらないですよね。実際にはね、カシスオレンジと、あとアマオかなんかのいちごのフレーバーもあるそうなんですが、そちらもね、いずれはちょっと試してみたいかなと思いますが、これのプロテインは、非常に良かったかなと思います。僕の周りにも飲んでもらったんですけど、結構好評でした。バターのね、まろやかさもあって、素晴らしいプロテインでした。そして、第3位ですね。第3位のプロテインはこいつです。シンサ6になります。こちらのプロテインはですね、動画でも紹介させてもらったんですが、ちょっと前から飲み始めまして、今もう半分ぐらいになったのかなと思います。カロリーがちょっと高いんですね。炭水化物が割と多めのプロテインですね。いろんなプロテインの種類があると思うんですけど、僕が買ったこのウルトラプレミアムプロテインマトリックスっていうのかな。これはちょっとカロリー高めです。ただね、すごいやっぱ味が美味しいです。チョコレートの味としては本当に抜群だったかなと、僕は思いますね。チョコレートプロテイン僕もいろいろ飲みましたけど、トップ3には間違いなく入ってくるんじゃないかなと思います。もう単純にこれは味が最高でした。もちろんね、シンサシックスということで、すごい有名なブランドなので、栄養素的にも問題ないんじゃないかなと思います。いろんな方が飲んでるプロテインになります。なのでそういう意味では、評判通りっていうんですかね。評判通り良かったプロテインっていう感じですね。そういう意味ではなんか安心して買えますよね。そして第2位ですね。第2位は実はさっきから皆さんの前にずっと置いてあるんですけど、気づきましたかね。置いてあるっていうのはちょっと表現が違うかもしれませんが、第2位はですね、こちらです。アンクルストラップです。はい、こちらはですね、非常に良かったですね。このアンクルストラップ。もしかしたら最近研究員になった方っていうのはね、ご存知ないかもしれないんですけど、僕は昨年末ですね、両手の骨折をしまして、ここにね、有鉤骨っていうのがあるんですけど、これをね、両手で骨折したんですよね。なんで骨折したかっていうのはちょっと恥ずかしいんで言いたくないんですけど、自転車でこけました。あまり聞かないでほしいんですけど、ちょっとお恥ずかしい理由なので。で、その時に、当然ね、ダンベルとかバーベルがね、持てなくなりました。もうプッシュ系が全然ダメで、プレートを掴むのもね、きつかった時があるんですよね。その時に、どうしてもね筋トレしたいんですよね。僕はね筋トレしたいんで、こちらのアンクルストラップをね手首とかにこういうふうにねつけて、これでこう、胸のトレーニングとか、それから背中のトレーニング、やってましたね。ちょっと皮がね痛いっちゃ痛いんですけど、そういうふうに使うものじゃないのでね、本来はアンクルストラップって言ってね、足首につけて足をこう上げる時とかにね、負荷をかける時に使うものなんですけど、僕はこれを手首に巻いて、これで筋トレをしてました。でもこれのおかげでですね、筋トレのなんか楽しさっていうか、なんかこう自分オリジナルななんか筋トレな気がして、楽しめましたし、実際に怪我してる中、筋トレができたっていうのは僕にとってはすごくストレス解消になったし、良かったかなと思います。正直ね、力としては落ちたかなと思いますね。筋肉としては落ちましたかね。やっぱりプッシュ系できないとかね、ちゃんと持てないとどうしても負荷が足りないっちゃ足りないので、ただ僕個人的にはね、筋トレ自体をすることが好きなので、そういう意味ではこちら飼育のアンクルストラップがあったおかげで筋トレができたということ、僕にとってはありがたいかなと思っております。もう今はね、手もねおかげさまで完全に治っているので、これを使うことっていうのはほとんどないですね。足のトレーニングなんかの時には使う時あるか、それぐらいかな。それぐらいの時には、使用はしております。はい、こちらが、第2位でした。そして第1位ですね。第1位はですね、ちょっとねこうなんていうんですかね、ちょっと言いにくいんですよね。というのもね、僕が買ったものじゃないっていうのもちょっとありまして、第1位はですね PhD プロテインです。これはですね、僕がちょっと前に初めてね、このおしゃれマッチョ研究所と企業提携をさせてもらって、商品を提供いただいてね、実際にそれをレビュー動画を作るというお話でやらせてもらいました。こういうのってちょっと難しくて、PhD 商品をね、僕が紹介すればするほどね、なんかこう、どうしても忖度感っていうのが動画だったりとかすると、出てしまうのかなと思ってるんですが、僕はね、本当にね、この PhD プロテインっていうのに知れてっていうんですかね、今回お話いただいて、非常に良かったかなと思ってます。で実際に味が美味しいですね。とにかく、僕として美味しかったのはやっぱプロテインバーなんですよね。なので一応買ったものベスト5ということなので、ちゃんと買わなきゃじゃないですけど、もう本当に正直良かったので、実際にこれ商品提供とは違うくってね、いわゆるちゃんと自分でっていうか、ちゃんとって言ったらなんか変ですけど、自分でこれ購入しました。全部裏向き失礼しました。ちょっと重なりが悪いですけど、スマートバーですね。動画の方でもねプロテインバー紹介させてもらったんですが、実際にはねスマートバーっていうのと、あとスマートケーキかな、これがスマートケーキかな、ケーキタイプになってますね。こういう感じのやつ。あとこっちがスマートジャックっていう。これはねオートミールと一緒になっているプロテインバーみたいな感じなんですが、これも買いました。なのでね計4つ自分でこれ追加でね購入しました。それぐらい美味しかったんですね。本当に僕いろんなプロテインバーを食べる機会がありまして、どちらかというと僕は海外のプロテインバーとかが好きで、海外ものがよく食べるんですけど、その中でも本当にねPhD のプロテインバーは外れがほとんどなかったんですよね。1日のねプロテインバーの時間っていうのが、僕の場合は職場だったりとか間食とかで食べたりとかするんですけど、本当にご褒美感覚になったんですよね。そういう意味ではねこれ本当に良かったかなと思います。ただね、なんかこうさっきも言ったようにね、企業との提携だとね、僕がねすごい良かったって言えば言うほどね、なんかちょっと忖度感が感じるので、その辺がねこういった YouTube の動画では難しいかなというふうには感じました。まあ、別にね、これも動画もそうなんですけど、買ってくれって言ってるわけじゃないので、その辺はご安心してください。まあ、ただ気になるよっていう方はね、前の動画とかでもですね、おしゃれマッチョ研究所のクーポン割引コードなんかもありますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。とかね、こういう風に言うこと自体が宣伝っぽくなっちゃうんでしょうね。これ本当に難しいですよね。まあ、信じるか信じないかは研究員の皆さん次第ということで、個人的にはPhD のプロテインバー本当に美味しかったので、追加でね、購入もしたぐらいっていうところですかね。なので第1位はですね、 PhD プロテインのプロテインバーとさせていただきました。実際にはダイエットホエイなんかもね、非常にいいかなと思ってます。結構気に入ってますね。こちらが、まあ、ついでに見せときますけど、腹持ちするんで、非常にこう減量中にはいいんじゃないかなと思いますね。難しいですね。まあ、こうやって言えば言うほどなんかちょっとうさんくさくなっちゃうのかなっていう気がしますし、あと一応ね、たまに誤解されるんですけど、僕は PhD さんのアンバサダーとかではありませんので、ただね、商品をもらってレビュー動画を作ったっていうだけの関係って言ったらちょっと変ですけど、なんだろう、おしゃれマッチョ研究所のコードを使って皆さんが買ってもですね、僕の方になんかこう得があるようなことは一切ありませんので、ぜひね、どんどん使ってほしいなって僕は思っております。まあ一応ね、今の現在のところですね、まあ今後は分からないですよね。またもしかしたら PhD さんとお仕事する可能性もなくはないかもしれないんで、今後は分からないんですけど、今の段階では僕の方には皆さんが買ったところでなんかこう得がするようなわけじゃありませんので、こいつになんか得させたくないなとかいうふうにね、思う人もいるかもしれないので、ね、そういう意味では安心してもらいたいなと思っております。はい、という感じでですね、ちょっとね、最後ね、ぐずぐずと長くなってしまったんですけど、今回は2021年上半期ベスト5、僕が買ってよかったベスト5、筋トレグッズ、筋トレサプリメント系の方を紹介させていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。まあまあ面白かったよと思った方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、他者。